さん、こんにちは。人気番組伊藤家の食卓でお母さん役として活躍していたさつきみどりさん、その伊藤家の食卓が2023年の大晦日に笑って年越しザワラ晦日内で復活しました。しかし12月21日にその出演者が発表されると、なんと母親役であるさつきみどりさんの名前がないのです。なぜこのようなことになったのでしょうか。それには認知症ではないかと噂されているようです。今回はそんなさつきみどりさんのこれまでの恋愛遍歴、子供、認知症についてお伝えしていきます。ぜひ最後までご視聴ください。80歳目前にして毎月必ず1回以上ステージに上がる元気さと、とてもベージュを控えてるとは思えない綺麗さがあるさつきみどりさん。まずプロフィールと経歴ですが、1939年10月21日生まれ、東京都出身、さつき企画所属、1958年、19歳、お座敷ロックでデビュー、1961年、21歳、お暇なら来てねが大ヒットを記録。以後実力派美人歌手として人気を博し、歌手活動のみならず女優、バラエティなどでも活躍。1989年、50歳には自画像赤いストールで西名店に初入賞、翌年の二課店に思い出を出品、2年連続の入賞となる。1992年、53歳、着物デザイナーとしてデビュー。2000年、61歳、オリジナルティッシュボックス教室ヴィーナスを代官山にオープンする。女優業のみならず自ら絵画などにも挑戦し、すぐに頭角を現すなど、さまざまな分野でマルチに活躍されています。特に2000年にオープンしたオリジナルティッシュボックス教室ヴィーナスは全国に多数のお店を構えるほどの大盛況。噂では現在お住まいの自宅がなんと400坪の大豪邸で、画家の方からいただいた屋敷を建て直しされたという。普通の人が聞いたらおそらく目が飛び出すようなお金がかかっているかと思われます。やはり長きにわたって芸能界で活躍してこられたばかりでなく、ビジネスでも成功されていますから、途方もない財産が手に入っていることでしょうね。さつきさんの兄弟関係ですが、もともとさつきさんはなんと8人兄弟の長女です。しかも父親が実家に芝居小屋を作るほど芸事に憧れを抱いていたので、もしかしたらその時にさつきさんも歌や芝居に興味が出たのかもしれませんね。ですがもちろんそれと実際に売れて有名になることとは別問題です。にもかかわらず、なんとこの8人兄弟のうち3人が芸能界で目立った存在となりました。さつきさん以外の2人のうち1人はプロボウラー全盛期に日本人初の海外優勝をされた西条正明さん。実力だけでなく端正な顔立ちもあって、多くの女性を虜にした有名なプロボウラーです。しかも西条さん、もともとは歌手であったのですから、驚きしかありません。もう一人は同じく演歌歌手の小松みどりさんです。演歌全盛期時代に日活映画に出られて、当時の青年たちを熱くさせました。ですからこの方も歌手と女優の両方で活躍されてきたわけです。この2人はさつきみどりさんの実弟実妹で、現在も兄弟妹間で連絡を取り合うなど仲が良いみたいです。実はさつきみどりさんは過去に3度も結婚をされ、そして離婚をされています。それぞれどのような理由で破綻してしまったか簡潔にまとめました。一番最初にご結婚された方は北島三郎さんや細川たかしさんと多くの芸能人が所属していた新鋭プロダクションの社長現会長の西川幸雄さん。もともとさつきさん自身も所属していた事務所ですので、親身になって活動の手助けをしてもらううちに恋仲になっていったと思われます。1965年、26歳の時に結婚をし、その後2人の子宝にも恵まれ、幸せの絶頂だったことでしょう。ただそんな幸せな時間も1971年、32歳、
わずか6年という短い期間で離婚という残念な結末を迎えてしまいます。原因の主だったところでは、西川さんの亭主関白ぶり、価値観の違い、社長夫人という立場に対して不満であると言われています。昔の男性というのは時代背景的なこともあって、女性に対し上から目線でひどい扱いをする人も多かったとよく言われますが、西川さんもおそらくそんな感じだったのでしょう。それに加えて残りの2つだけでも十分に離婚の原因となりうるところですから、離婚は必然だったと言えるかもしれません。離婚後、子供の親権を西川さんに渡ることになった際は、子供と別れるのは身を切る辛さと後に雑誌で語っておりました。それでも別れたいと思うほど追い詰められていたことが想像できます。離婚された5年後の1976年、37歳にさつきさんがレギュラー出演されていたテレビ番組金曜10時噂のチャンネルで、当時ディレクターをされていた澤田正義さんと再婚。さつきさん自身、この時が一番楽しかったと振り返るほどで、今後こそ幸せな日々を続けられると思ったそうですが、しばらくすると澤田さんの会社の経営が苦しくなり、勝手にさつきさんの財産を使い込んでしまったとのこと。もともと夫婦間で浮気は自由であったり、かなり理解し合っている関係のようにも見えましたが、やはり無断で資金を使ったことは2人の間でも完全にルール違反だったようです。その結果、さつきさんはもう澤田さんのことが信じられなくなって、関係が完全に破綻してしまい、1984年、45歳に離婚することとなりました。そして1985年、46歳には20歳年下の歌手橘純一さんと3度目の結婚をされます。当時20歳差結婚で話題になりましたが、この結婚もわずか2年で幕を閉じてしまいます。離婚の原因は、橘さんにはもともと多くの女性がいたこと、そしてこれは少し信じられないことですが、なんと結婚式当日に女性関係が発覚してしまったそうです。そんなさつきさんは現在、元マネージャーである辺見文康さんと事実婚状態であるらしいです。3度の離婚を経験されたさつきさんに、片時も離れずに支え続けたマネージャーさんに、恋をするなという方が難しいですよね。現在は交際されて20年目を迎えるお二人は、今後も席を入れずにカップル感覚で仲睦まじく添い遂げ合うとのことです。そんな恋愛遍歴を持つさつきみどりさんですが、前述したように一人目の結婚相手である西川幸男さんとの間に子供を二人授かっています。娘さんと息子さんの一人ずつで、娘さんは元歌手の水沢恵里さん。水沢恵里さんは1986年にデビューし、親子の年ほど離れているけれどというシングルを発売、テレビ東京の週刊ポップマガジンなどの番組に出演していましたが、現在は芸能界を引退しているようです。水沢恵里さんの本名は丸山千恵さんとのこと。さつきさんの本名は澤田房子なので、おそらく恵里さんは丸山さんという名字の男性と結婚している可能性が高いです。息子はプロゴルファーの西川哲さん。西川さんは高校卒業後1年でプロテストに合格すると、プロ4年目23歳の時には初優勝し、獲得賞金は3700万円。その後も20代は活躍するのですが、30代になると伸び悩み、38歳の時にはティーチングプロ、プロのためのコーチに転向されています。また大人気アイドルだった菊池桃子さんと結婚したことで、当時週刊誌やワイドショーなどで大変話題になりました。結婚した翌年の1996年8月に長男が、2001年に長女が誕生し、円満に思われた夫婦でしたが、2012年に離婚。離婚理由は西川哲さんの浮気や育児放棄、金銭問題にあったと言われています。2005年以降の西川哲さんはゴルフトーナメントの予選突破すらできなくなり、2008年以降は獲得賞金0円に沈んでしまいました。2人の幸せな結婚生活は長く続かず、西川哲さんが次第に菊池桃子さんの紐化していったんだとか。また2007年頃から菊池さんが芸能界に復帰し、家計を支えているにもかかわらず、
西川さんは毎日のようにホステスと遊んでいたことを更新書を通じて知ったのです。現在も慰謝料や養育費を一切払ってもらえないようですし、菊池さんがかわいそうで仕方ありません。最後に認知症の噂の理由ですが、テレビ出演時の様子がおかしかったからと言われています。さつきみどりさんは過去に出演していたテレビ番組での様子がこれまでと違う印象だったことがあるようです。マネージャーによれば、現在のさつきみどりさんの現在の状況は番組の収録には相応の時間を要しますし、年齢的なものから本人の体調が途中で悪くなるなど、万が一番組にご迷惑をかける可能性もゼロではない。本人が何か病気を患っているなどといったことはありません。もともと病院には一切行かない人で健康体ではありますが、その点に関してはこちらが心配するほど、現在も湯河原の自宅でゆっくりとした日々を過ごしていますとのこと。本人が何か病気を患っていることはないとされていますが、なぜさつきみどりさんは認知症と言われるのでしょうか。理由の一つはセリフが覚えられないことが挙げられます。さつきみどりさんは2017年にテレビ朝日系ドラマ安らぎの里に出演。ドラマの撮影現場でセリフが覚えられず、さつきみどりさんはカンニングペーパーを用意してもらい撮影に臨んでいました。安らぎの里は倉本聡さんの脚本のドラマで、石坂浩二さんや朝岡瑠璃子さんといった豪華俳優陣が多く出演しています。その現場でセリフが覚えられずにカンペを使用していたとなると、女優としての自信がなくなりますよね。さつきみどりさんは2019年から2020年に放送されたドラマ安らぎの国道に出演したのが最後で、それ以降の出演なし。記憶力の低下はさつきみどりさんに限ったことでなく、さつきみどりさんは物忘れの可能性が高いでしょう。認知症は物忘れと違い、物忘れの自覚がありません。撮影現場でカンニングペーパーを準備して臨む様子から物忘れの自覚はあったと考えられますよね。周囲に迷惑をかけない配慮もできていることからも、さつきみどりさんは認知症でないと思われます。そして2つ目が、バラエティ番組でコメントがあやふやだったとこと。2018年に日テレ系バラエティ番組ぐるぐる99に出演した時のコメントがあやふやで、周囲の人が心配していました。視聴者も見ていて心配になるほどだったようで、ネットには認知症じゃない、大丈夫といった声が多くありました。調査していくと、さつきみどりさんの言動にあやふやさが見られ始めたのは2015年の頃、さつきみどりさんが徹子の部屋に出演した時の様子です。一緒に出演したゲストの中村玉緒さんと話し込む様子を黒柳徹子さんが見守るという珍しい光景。さつきみどりさんが黒柳徹子さんに背中を向けている姿が確認されます。徹子の部屋に出演した2年後の2017年のドラマ現場で、さつきみどりさんはセリフの暗記が困難になっています。もしかすると徹子の部屋に出演した時は状況把握がしづらい体調の変化が起きていたのかもしれません。さつきみどりさんの近況については、さつきみどりさんが経営する雑貨店に連絡したところ、いろんな報道が出ていますが、元気に過ごしていますよ、ハイヒールを履いて歩いたり広い庭を歩いたり、実を言うとワクチンの接種をしていないので、コロナになってからほとんど出かけないようにしていたのですとのこと。いかがでしたでしょうか。今回はさつきみどりさんのこれまでの恋愛遍歴、子供、認知症についてお伝えしていきました。3度の結婚を経験し、現在は元マネージャーである逸見文康さんと事実婚状態になっていましたね。子供も芸能界で活躍していてすごいですね。また認知症についても可能性は低いものの、今後テレビで見ることは少ないかもしれません。さつきみどりさんの今後に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。